懐かしい。なんでいるんですか。え？なんでいる？ああそのカツくんの初 CM。ああ初 CM。に密着。あ、俺だけ？違う。あ、みんないるでしょ。実際コンテとかって見られました？見てない。あ、なんか去年かなんかの動画を。あ、見ました。はい。ありがとうございます。高岡の動画だったので。カスケ今まで声の経験なくてないない、こういうの避けてきたんだから。俺化粧品はちょっといいなと思って。部屋何か結構顔洗う時とかつけないですか。つけないっすよ。なんですか。やば太い方がいいか。これ太い方がいいよね。おはようございます。おはようございます。美容液と、あ、一回決めていいですか、はい、今鼻マスト。ごめんなさい、いいタイミングで。タイミングが良かったんで。クソだよ。6番入ってまーす。はい、仕上がってるのか。おっ、嬉しいな。いや、なんか自然だね。めちゃめちゃ自然だね。なんかここでケン君見れますかね。うわ、それはそれで恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいですね、これ。でもだん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 恥ずかしさが薄れてきてる内容になってきてますよね。ああ、よかったですね。あの、考えてくれてんだね、最初のこと。でも、あれっすよ、俺、デルメットさんのこのセリフのおかげで、甘えてんじゃないってフレーズあったじゃないですか。あれが、スタンプ、LINE のスタンプになってる。自分の LINE ライブ の、うん、あのアカウントがあるんですけど、うん、そこのスタンプになるぐらい。インパクトあるものだったんです、うん、ありがたかったです。マリノスの中で一番なんかその肌気にしてる人って誰？帯は、うん、なんかいつも試合の時にジョエルとかになんか化粧水貸したりしてるんですけど、うん、なんかこの化粧水は何滴、この乳液は何滴みたいなめちゃめちゃ細かい指示をしてたらしいんですよ。だから帯じゃない。あ、なんかやるんですね。はい。隣にいます。しかも3人ぐらいでやってたのは分かるけどさ、今回さ、一人でしょ。でもあの、セリフは全然あの臭くないんで大丈夫です。そうなの、はい、やっぱり見られる仕事もあるんで、ケアは大切ですね。それでは早速いってみましょう。終わり？終わりです。違うんです。ああ。効果が分かるように半分だけ塗ってみますね。半分こっちか。こうじゃないですか。こう。いや、まさかの斜め。乳液と美容液が一つになっていて、お手入れが簡単なんです。あ、すいません。はい、一回行きましょう。サンプッシュ。今2しか出してなかったですか。時間かかっちゃいました。すいません。なげえよ、お前。いやいやいや。厳しい厳しい。何やお前。いや多分一人だったら絶対もっとできました。え？大人がいっぱいいるからちょっと無理です。ちょっとやりづらかった。緊張しよう。結構やりづらいです。さあ、はい。行きましょう。ほら見てよ。肌が潤ってめっちゃいい感じじゃない？綺麗になっていく肌を見るのはめっちゃテンション上がるよね。はい、ありがとうございます。ええの方がよかった。そうですね。笑わないと顔が顔なんかさ硬いっすね。硬いような表情。カツくんどうでした初。初、まあ恥ずかしかったっすね。恥ずかしいのも大変でしたね。動画にしたら数秒なのに。よかった、雰囲気あった。雰囲気ありました、うん、一人回しだったらもうちょっとうまくいきました、ね、逆にね。はい、もうカメラここにドンってやって本当自然に自分から出たねって感じにした方がいいっす、ね、はい。反省してる。マジで。本当とんでもなく多分下手だから、あのこんな喋ってるけどカットしてるねこれ。こんな人の見てるのはいくらでも言えるからね。ああそうそうそう。宮市さん相当面白いよお前。お前だけお前だけなんかちょっとコンセプト違うもん。マジっすか。バスローブで。え？でみんなこっちなんだけど、お前ボディーローじゃない。マジっすか。最初ニューヨークシーンもあったらしいよ。マジっすか。
ぜえ、お前やっぱ合ってるよそれ。もうめっちゃさ塗りたくってほしい、オイルみたいな。やだ。でも俺はなんか量結構できるんじゃないかなって思ってるけど、うまく。いや、どうですか、うん、このキャラは全部水沼コータに引き出されただけなんですけどね。俺本来なのかもう分かんなくなっちゃうから。硬い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 。今の笑うんだよ今のは。はい、どうもーぐらいの感じだから。それぐらいで行きたい俺もね。それぐらいで行けばいいじゃん。逆になんか、はいどうも宮地くんです。逆にそっちにさ振り切ったらめっちゃおもろいね。そっちに振り切ったら相当面白いんじゃない。セクシー宮地くん、お待たせしました宮地くん。もうおねキャラでいく宮地くん。宮地くんで、おびきが終わった感じでした。大切だよね。これやばい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 。オッケー、じゃあリョウ笑ってくれ。これのここに出てくるんですか。うん、めっちゃ YouTuber っぽくやってくるわ。あ、オッケーです。うまい。うまいね。YouTuber みたいな。YouTuber じゃん。なんで俺だけバスローブなの、本当に。みんな普通の服なのに。どうなっていけばいいの。どうしたらいいの。いつものりょうくん。いいですか。皆さんお待たせしました。絶対違う。じゃあちょっとキャラ定めておかないと、声のトーンも。皆さんお待ちしましたなのか、皆さんお待たせしましたなのか。よしよしよし。スイッチ入りましたよ。いや、違う、いや、違う。違う。ちょっと待って。すいません。もうふざけちゃった。どう？結構俺どうだった？良かったです。どう、うん、よかったよね。良かったです。よしよし。悪くなかったよね。エレメントの人に言ってたから、あのキャラ作ってくるんでって。ああ、うん、キャラ作ってくる、キャラ作ってくるから、もしあの商品のイメージと違ったら言ってあげてくださいって。わかりました。どっちのキャラでいけばいいの。ちょっと待ってみて、いかがでした。 YouTuber、 YouTuber、 まあ年に 1,2 回でいいかな。ちょっとこれはなんか毎回やるのは多分大変そうだけど、毎回何回もやってたらもっと上手くなりそうだと思ったし、でもちょっと楽しかったな意外と。YouTuber 風な感じでよかった、今日、うん、YouTuber なのかな、ヘルメット専門の。疲れ、見て見て、疲れです。やってえ、相当面白いな、こいつ俳優さんみたい。あー、よかった、バスローブじゃなくて。これ、こいつだけで一人だけテイスト違うっす。そうなの。だけテイスト違うのが宮市ってとこもちょっと面白いでしょ。分かってますね。そう、分かってるんだ。すごい素敵だもん。やらしくないだろ、こいつ。ちょっと、あと2人の他人なんかちょっと嫌だよね。ウィンクないっすよね、ウィンクのシーンは。なさそうですね。マジで練習後とかのシャワーにもぴったりだよね。まあ背中とかデコルテ、デコルテ、すいません、デコルテ、背中とかデコルテの、すいません、もう一回お願いします。すいません、ありがとうございます。背中とかデコルテ、すいません、本当にごめんなさい。デコルテ、デコルテが言えない、なんで。いや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 、ハードワークしましたね。ハードワークすぎるって、もう全然出せんかったって。全然ここの勢い出せんかった。どうしたんやろ。去年そんなに緊張してたっけ。いや、思ったよりむずいんだっていうのを去年で知ったんだよ。いや、ほんまそれ。いや、まあいけるっしょって思ったら全然いけなかったっす。全然、いや、僕全然いけなかったわ。ちょっと
めちゃくちゃテンション上げていったの。普段何万人の前でやってんだけどな。そうっすよね。なんであんな棒になるんですかね。もうミスター棒で。ミスター棒で。ミスター棒でやらせていただきたいと思います。こんな調子いいのに。本当なんですよね。本当に、さっき、なんだったらもう、もう一回やらせてほしいわ、もう。はい、おはようございます。高岡洋平です。僕がしている美容ルーティンをお見せします。完璧っす。撮っときゃよかった。ああ、撮ってなかったっすか。2回目の撮影ですけど、はいはい。まあ前よりはちょっとうまくできてるんじゃないかって思ってます。前がひどすぎたんで。大根すぎたんで。ひどかったな前回のは。これでなぜまた使ってもらえたのかちょっとわかんないですね。嬉しいですけど。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。クランクアップですか。クランクアップです。クランクアップです。ありがとうございました。ありがとうございました。2回目だよね、CM 撮影は。はい、慣れてきましたか。そうですね、徐々に。3回目とか多分だいぶ良くなるんじゃないですか。いや、そんなことねえか。良くなってても欲しいですね。クリュー公平になれるようにちょっと頑張ります。死んだクリュー公平。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。また声かかんないか、もう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。